フィリッポ・カルカーノは、イタリアの画家である、ミラノで生まれた。1855年から、ジュゼッペ・ベルティーニが、校長のミラノのブレラ美術アカデミーで、フランチェスコ・アイエツラに学んだ。同時期に学んでいた学生には、フェデリーコ・ファルフィーニやトランクイド・クレモナ、ダニエーレ・ランツォーニがいた。ミラノを中心に展開された、共和主義的作家たちの前衛芸術運動、スカピリア・トゥーラ派のメンバーとなり、 フランチェスコ・フィリピーニア・エブジェニをニオすという人になった。風景画や人物画を描き、1878年にブレラ美術アカデミーの展覧会で賞を受賞した。ミラノトリエンナーレのウンベルトを受賞を1882年と1897年に受賞している。1899年にはベネツヤの国際美術展に出展した。 ブレラ美術アカデミーの人物画の教授も務め、教えた学生には、ウンベルトバッツオリがいる。ありがとうございます。